壊さなければ、そういうのは面白くて好きなんだけど。
鳴るまで表にしちゃダメよ。あら、これは難しいわね。みんな、覚悟はできてる？お祈りは済ませた？お疲れ様でした。1週間後の判決を楽しみにね。どうだった？おめでとう。ところで、西野先生から熱い視線を送られてなかった？目に入っただけだよ。へえ、久住くんは順調だったんだ。初耳だね。うん、次も頑張ろうね。
い。質問ある人いる？いない？保健体育は大切なんだからね。バカにしちゃダメよ。特に彼氏彼女がいる人、いきなり波乱万丈な人生を送らないように注意してね。やっぱり出だしが肝心だからさ。西田先生、あまりそういう話は。あ、そうね。それじゃ頑張ってね。そうだ、アンケートは切り取って出してね。Thank you.
立てますよ。ほら直樹、ぼやぼやしてないで飲み物を回して。チョコレートももらっちゃっていいの？それは尼崎さんのでしょ。